こんにちは、染谷俊之です。今回はバレンタイン特別企画ということで、必ずハッピーエンドの城崎渉役を演じさせていただいています。この漫画の第1話目、そして LINE 漫画の Twitter でも別のセリフを公開しているので、そちらもぜひ聞いてみてくださいね。ではお楽しみください。どうして目をそらすんだ。俺が何を言うか分かってるだろう。顔を上げて、俺の首に腕を回して。お前も綺麗だよ。誕生日おめでとう。いかがでしたか。必ずハッピーエンドの第1話目でも別のセリフが期間限定で聞けちゃいます。忘れず聞いてみてくださいね。 LINE 漫画